どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グルリ、インボーク、最強降臨入る討伐クエスト来てますので、A の方に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。死神配置ですね、を軸とした、まあ、入る入れてるんですけども、こちら熟練度がですね、今 40% ということで、まだまだ上げきっておりません。で、死神の後ろには暴走を入れています。で、まあ、ムツキ、誕生日ムツキですね、誕生日ムツキで、まあ、サポートしながら、死神を軸にまた戦闘開始が押せないが戦っていきたいと思います。いきましょう。多分これな、パーティーメンバーをこうタップして詳細を見ると動けなくなるんだな、このバグは。さあ、じゃあとりあえず、暴走排出でブレイクしてムツキを一旦目に発動させることが大事だな。今回暴走排水じゃねえわ、死神か。死神排水には特攻かかってないんで、かかってなかったよねそこまで火力は出るかどうか。ちょっとね、寝起きで声がかなり低いかもしれないが、さあ死神 VS 死神だぞ。どっちが本当の死神か教えてやれ。で、ムツキを発動させて、難攻不落の城。落ちないぞ、俺の城は。んで、あとはハイルを打って、とりあえずこのターンはいいかな。結構硬いね。ほら、有利属性なんだけどな、死神さん。さあ、相手何をしてくるか。ガード率 20% アップ。チレア、これムツキしてなかったら死ぬ死ぬのかな、どうなんだろうか。まあこれ死神 VS 死神というよりかは完全にこれムツキが活躍してるな。ムツキはね、ほんとマジで年末に出たキャラ、俺正直エトよりムツキの方がおすすめだと思うな。なんかムツキいたらね、多少ね、無理したパーティー、無理したパーティーって言ったらおかしいけど、いろんなパーティーが組めるようになるんじゃないかな。ちょっとこれこのメンバーじゃきついかなーっていうパーティーの中にもですね、ムツキを一人入れておいておくだけで、あ、クリアできるじゃんみたいな。ハイルかわいい。ハイルの 3D モデルはね、もうピカイチですよ、年末年末って、誕生日飛ばされたっていう言い方はあれだけど、有馬と金木の誕生日、まあそこまで期待してたような内容じゃなかったけど、まあ、それでもですね、ハイルが出たりムツキが出たり、エトが出たりしたんで、まあ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 、使おうと思ってた石分は使ったかなっていう感じですね。はい。ということで、今回は最強攻に入る討伐クエスト、死神排水を軸とした死神 VS、死神でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。